舞台はエルダースクロールズ4オブリビオンとエルダースクロールズ5スカイリムの約1000年前。エルダースクロールズシリーズの圧倒的な歴史と奥深い伝説の物語にエルダースクロールズオンラインで加わりましょう。このゲームは自由自在にプレイできるため、スタート地点も複数の地点から選択することができます。レベル制限もなく、制約はほとんどありません。一人でもフレンドと一緒でも広大な世界を探索できます。好きな場所やストーリーを選んで始めてみましょう。覇権を争う3つの同盟の首都、魔法研究の聖地サマーセット、カジートの領域エルスウェア、ダークエルフの故郷モローウィンド、凍りついた北のスカイリム、果てなき沼のブラックマーシュ、どこも冒険に満ち溢れています。さあ、あなただけの伝説を作りましょう。エルダースクロールズオンラインではキャラクター作成の選択肢がほぼ無限に存在します。種族は9種類、ダウンロードコンテンツの追加購入で10番目の種族を選択できます。クラスは6つの中から1つを選びます。プレイしたい役割に合わせてカスタマイズしましょう。接近戦用に二刀流のダガーを使う重装鎧装備のハイエルフのソーサラーを作りたい、軽装鎧と弓を好むレッドガードのドラゴンナイト、ぜひどうぞ。全てはあなた次第です。タムリエルを冒険してスキルポイントを獲得し、キャラクターを強化しましょう。プレイスタイルに合わせてスキルを習得しカスタマイズできます。探索中はスカイシャードをお見逃しなく。この希少なクリスタルを3つ集めるとボーナススキルポイントが手に入ります。ゲーム内のスキルアドバイザーはキャラクターの役割をもとにレベルごとの最適なポイントの使い方を提案してくれます。また主要な街ではいつでもスキルリセットやポイントの振り直しができます。つまり想像した通りのキャラクターを作成してプレイできるんです。エルダースクロールズオンラインにはどこへでも行けて何でもできる自由があります。キャラクターはコンテンツに合わせて調整されるので、どんなに暗い洞窟も謎めいた森も探検できます。一人でもフレンドとも冒険ができます。レベルが違っても同盟が違っても問題ありません。ソロで豊かなストーリーに飛び込むこともできますし、グループで最も危険なダンジョンやボスに挑むこともできます。キャラクター作成の時点でこの時代の覇権を争う3つの同盟から1つを選びます。ダガーフォール・カバナント、エボンハート・パクト、アルドメリ・ドミニオン、各同盟には独自の魅力的なストーリーがあります。どこに所属しようと別の同盟のフレンドとプレイできます。エルダースクロールズオンラインはレベルや同盟に関係なく、いつでもどこへでも移動できるんです。タムリエルは危険な場所です。逃げることも話し合うこともできない場合は戦うしかありません。エルダースクロールズオンラインは過去のシリーズを思わせるアクションベースの戦闘システムを採用しています。スキル、特別なアビリティ、軽攻撃と重攻撃を織り交ぜ、敵を排除しながら仲間と自分を守りましょう。グループ戦闘では強力なシナジー攻撃も放てます。防御は受けるダメージを軽減し、回避は敵の攻撃を壊せます。正面から戦うより忍び寄る方がお好みなら、隠密で身を潜めてください。探知を避け、障害を回避しましょう。強力な不意打ちもいいですね。最高のソロプレイヤーにも時には手助けが必要です。グループ&アクティビティ検索やフレンドリストでチームを組み、さまざまな冒険に挑みましょう。エルダースクロールズオンラインのコミュニティは新しいプレイヤーを温かく迎えてくれます。ベテランプレイヤーが手を止めて新たなプレイヤーを手伝い、冒険について教えてくれることもあります。他のプレイヤーと出会い、
長期的な関係を築きたい。それならプレイヤーギルドはいかがでしょう。ギルドに参加して取引を行ったり、グループコンテンツへ参加してチャットで情報交換を行ってみてください。また加入することで新たなスキルや特別な報酬を獲得できるゲーム内ギルドもあります。戦士ギルド、魔術師ギルド、闇の一党、盗賊ギルドはストーリーコンテンツを通じて加入できます。本物の挑戦を求めるならアンドオンテッドに入ってスキルラインを獲得し、グループダンジョンに挑んで追加報酬を獲得しましょう。ダンジョンはエルダースクロールズオンラインの中でも屈指の困難で危険なコンテンツです。ソロプレイヤー用の小さな洞窟から4人用のグループダンジョン、さらには12人で挑む究極の試練もあります。こうしたたくさんのダンジョンでは素晴らしいグラフィック、困難な戦闘、ゲーム内の他の場所では見られない魅力的な敵が待っています。エルダースクロールズオンラインではキャラクターレベルが10に到達してゲームを理解したところで、さまざまなプレイヤー同士の戦闘 PVP コンテンツへ参加できるようになります。同盟戦争は白ディールの帝都支配を狙う3つの同盟による戦いです。300人ものプレイヤーが圧巻の戦闘を繰り広げます。工場兵器や大軍を用意して戦いに臨み、砦を争奪して勝利を目指します。バトルグラウンドではより密接な PVP を体験できます。4人のチームが15分間対戦して実績、経験値、特別な報酬を獲得できます。決闘は他のプレイヤーと1対1で行う戦闘で、自分の腕や新しいキャラクタービルドを試せる短時間の真剣勝負です。冒険中は周囲に気を配り、あちこちにある貴重な資源を忘れずに回収しましょう。これらのアイテムを使えば武器や防具、食べ物、ポーション、アクセサリーなどを作り、キャラクターを強化しカスタマイズすることができます。クラフトスキルを手に入れ、職業ごとのクラフト依頼を完了して腕に磨きをかけましょう。クラフトには錬金術、鍛冶、駆除、縫製、木工、調理、宝飾品があります。エルダースクロールズオンラインではタムリエルにキャラクター用の家を持ち、カスタマイズすることができます。家はクエスト報酬やクラウンストアでの購入、ゲーム内ゴールドでの購入などで手に入れられます。一部屋の住居から多くの部屋がある屋敷まで様々です。豪華な邸宅はその中でも最上級のもの。自分を含めて最大24人の訪問者が入れる贅沢な客室も完備しています。家を持つとさらに楽しいことがあります。家具や装飾品を作って室内のカスタマイズや装飾を楽しみましょう。エルダースクロールズオンラインの世界に今こそ飛び込みましょう。タムリエル全域で数々の膨大な冒険が待ち受けています。どんな風にでもプレイできる自由があります。さあ、あなただけのエルダースクロールズの物語へ出かけましょう。